こんにちは、即果塾六保です。今回の即果塾ビヨンドは、麻生財務大臣にちょっとね、フォーカスを当てて、名言を引き出してみようかと思います。まあ、名言、失言が多い麻生財務大臣ですけども、まあでもね、これも捉え方で、しょうもないこと言ってんなと思えば、しょうもない言葉になりますし、なるほど、こういうふうに考えていけばいいのか、っていうふうに、自らね、深みを求めていけば、人の言葉っていくらでもね、深みを探すことができるんですよ。まあ、深みにはまるとも言えますけども、でも、 あ深い意味だったんだなっていう風に受け取ることもできるんですよね。で、孫正義さんのね、言葉は本当そうですよね。すごいなと思いますし、えー、よくね、比較するに、孫正義さんと比較される堀江文さんも大したもんですけども、まあ、未来のことは分かんねえよ、うん。だから今を楽しもうぜ、今をしっかり生きようぜっていう風に考えることも大事です。だから多くの方って、未来にあまりにもね、期待しすぎて、もしくは不安を抱いて、今日がおろそかになっていて、ちょっと精神を病んじゃうみたいなことがありますけども、 今日この瞬間自分の望むこと楽しいこと気持ちいいことやればなんか未来とか過去とかあってもねうんなんか比較的にちっちゃくなるんじゃないかなと思うんですよだから今この瞬間しかリアルがないのに今この瞬間のリアルを手放しちゃうとそれは将来も不安だし過去もトラウマになっちゃうんですよねはいとこでね麻生財務大臣ですあのハローワークにかつてね麻生財務大臣がテレビメディアの取材も交えて行ったことがあるんですよ それで再就職をしようと思っている窓口に来た男性に向かってねこういう言葉を言ってるんですよ多分ねあのインターネット上にも画像が残っててテロップまでついてると思いますけども今まで何やってたんだって言うんですよ <laughs> あの仕事がずっとできなかった再就職を希望する人に一発目に浴びせた言葉が今まで何やってたんだですよねこれをね捉え方として今まで何やってたの それに対してあなたの進む道をこれから一緒に決めていこうねっていうふうに優しく捉えるのかえ就職できてないの今まで何サボってたんだっていうふうな言い方もできるでしょう聞き方もできるでしょう捉え方もどっちなのかってことなんですけどもでもね本当に思うんですけども今日この瞬間っていうのは今までの人生の総決算が間違いなく現れてますお金がプラスなのかマイナスなのか自由を手にしてるのか手にしてないのか喜びがあるのか喜びがなくて悲しみばかりなのか 全部自分が選択もしくは選択できずに歩んできた人生の結果。つまりそこがね、今まで何やってたんかっていうふうな言葉に集約されてると思うんですよ。じゃあ私は今 FX、まあ勝てるようになりましたおかげさんで。人にも教えてます。自信もかなりあります。でもこれからももっともっと FX を緻密にやっていこうと思います。これは6年前に始めたからなんですよ。麻生財務大臣、今まで何やってたんだこんなに FX で勝てるようになって。6年間、毎日。 放送してきました FX のこと。どんな日もやってきました。多い時は1日に10回も放送しました。ね、2時間ごとに今でも放送してます。これで勝てないことってないでしょ、麻生財務大臣。数字を見て、現実を捉えて、不確定要素も全部受け止めていって、それで資金をずっと増やし続けてきた6年間。これで急に負けることってあるんですかね手回しも出なくなることってあるんですかねしかも FX の理論理屈はずっと変わらないのに。ね、今まで何やってきたんだですよね。逆にですね、 詐欺に引っかかって返金請求を未だにしてる人いると思います。それはそれで否定するものでありませんけども、その結果お金増えましたか自由になりましたかストレスから離れることで,できましたか今まで何やってたんだでしょいや、私はかなりの名言だと思いますよ、これは。麻生財務大臣、うん。本当に今、全ての瞬間で、この今まで何やってたんだっていう言葉が投げかけられて、私たち自身一人一人に突き刺さってるんじゃないかなと思いますよね。 今まで何やってたんだと言われた時に即答できるような人生を歩んでいくでしょうかいかがでしょうか口ごもっちゃうでしょうかそれは今まで何やってきたのかあなた次第なんですよ。いってらっしゃい。